こんにちは。こちら、スキーのジャンプ台を作りました。摩擦係数を0にすると、滑るだけでどのくらい飛べるのでしょうか。長野オリンピックで使用された競技場と同じ大きさのジャンプ台を作ります。138メートル地点から滑り始めます。体重によって飛ぶ距離は変わるのでしょうか。スタート地点で私が持つエネルギーは質量×重力加速度×高さです。ジャンプする瞬間のエネルギーは2分の 1× 質量×速度の2乗です。この2つのエネルギーは等しいので、方程式を解くとジャンプ時の速度が質量によらないことがわかります。ジャンプ後に飛ぶ距離も質量によりません。完成。ここが入り口です。滑りましょう。果たして滑るだけで何メートル飛べるのか。133メートル。してみる。支えてられない。126メートル。誤差はあるけど大体一緒。摩擦を最大にしてみる。それでは、他にジャンプ台で試したいことあればコメントにお願いします。チャンネル登録もよろしく。